堆比とは、液分解性有機物が微生物によって完全に分解された肥料のこと。有機資材と同義で用いられる場合もあるが、有機資材は液分解性有機物が未分解の有機物残差も含むのに対し、堆比は液分解性有機物が完全に分解したものを指す。英語では、コンポストと呼ぶが、香港では、堆比とコンポストを同義として扱う。なお、 生ゴミ堆肥化容器の生成物である堆肥が転じて、生ゴミ堆肥化容器をコンポストと呼ぶ場合がある。堆肥ができる過程は堆肥化を参照。欧米と日本の各国、または民間の団体の対比の定義を挙げる。堆肥は施比すると土壌微生物などによって土壌腐食となる。この土壌腐食は下記のことに役立つ。市販の堆肥入れ堆肥。あるコントロールされた。 条件化とは、堆肥化を行う、微生物にとって有意な環境を人為的に作ることを意味している。また、有機物分解が不完全な状態では、肥料として様々な問題を持つ。これらの問題が起こらなくなるまで、人為的に分解を進めることが対比化である。堆肥化微生物の活動を活発にするためには、次の条件を整えることが必要となる。炭素と窒素のバランス。 含水率、pH、温度及び酸素である。蒸気の条件が最適ではなかった場合、分解速度が落ちたり、製品の品質低下につながり、作物の窒素がを招く。詳しくは対比化のページを参照。水分水分量は取り扱いに直結する。含水率 60%WB 以上であると、仮比重が大きく、付着性も大きくなるため、 袋詰めや輸送が困難になる。逆に、岩水率が 30%WB 以下になると、粉塵が発生するようになる。また、堆肥化が完全でないものを乾燥させると分解が停止して未熟なコンポストができてしまう。乾燥を行うのは、堆肥が完全に出来上がってからが良い。各国の基準値は25から 55%WB である。 pH 全国農業共同組合連合会の推奨基準値は pH5.5 から8.5。基本的に pH8.5 以上になることはほとんどないが pH5.5 以下になることはままある。酸性の対比はミネラルの過剰害やリン酸の固定、吸収障害などが起こる。EC 対比に含まれるイオンの量。対比は低い方がよく。 全国農業共同組合連合会の推奨基準値は、バーク対比に対して 3.0ds マイメートル以下、家畜糞尿に対して 5.0ds マイメートル以下。対比中の主なイオンは、カリウム、ナトリウム、塩素、硝酸などである。C、N 比、対比中の炭素と窒素の割合を示したものであり、値が高いと、窒素量が少ない。 全国農業共同組合連合会の推奨基準値は10から40である。値が大きすぎると土壌が窒素器が起こす恐れがある。しかし、これは絶対的な指標ではない。なぜなら、C への比は液分解性有機物と難分解性有機物の炭素と窒素を同時に測定するからだ。例えば、おが、粉の C。 N 比は340-1250と非常に高く、小賀粉を副資材として混合した対比の C N 比も大きくなる。だが、小賀粉は、難分解性有機物のため、小賀粉に含まれる炭素分を液分解性有機物の炭素と同様に考えることに、あまり意味はない。他の指標と総合的に評価することが必要。アンモニア対窒素と、 硝酸体窒素割合アンモニア対窒素は少ない方が良い。アンモニアは堆肥化の初期に発生し、悪臭や作物生育阻害の原因となる。対して、硝酸体窒素割合は堆肥中の無機量窒素の中で、硝酸体窒素が占める割合を示し、この値は大きい方が良い。硝酸体窒素はアンモニアを消化してできる。この反応は主に二次発酵中に起こる。 肥料成分バランス全致素量を1とした時のカリウムの割合低い方が良い。適正値は5以下。重金属濃度銅と亜鉛の濃度。これらは作物にとって必要な微量要素であるが多すぎると作物に害を与える。適正値は銅 300ppm 以下、亜鉛 900ppm 以下。最も対比化が行われているものが家畜粉の対比化である。 使用される糞は主に牛糞、豚糞、鶏糞である。伝統的な家畜糞の堆肥化は、家畜糞と共に稲藁などの副資材を混合し、のずみにする。そして、敵に切り返しなどをしてゆっくりと堆肥化を行う。しかし、近年の大規模農業化に伴う家畜糞量の増大のため、従来の方法では堆肥化が間に合わなく、またのずみにされた家畜糞によって、 地下水が汚染される恐れがある。そこで自治体などは堆肥化施設を建設した肥化を行うようになってきている。ゴミの減量化などを目的として企業から排出される生ゴミを堆肥化する施設が建設されている。また一般家庭でもコンポスターを使用して生ゴミの堆肥化が行われている。一部では食品に使われる塩分が濃縮され作物に害を与えるのではないかと。 心配されているが、完全に堆肥化を行えば問題はないとの報告もある。様々な有機廃棄物とミガ殻と混合し製造する堆肥。モミガ殻の分解度で堆肥としての発酵の進み、度合いが判別でき、土壌の柔軟さにも効果があるとされる。技術的な困難さから普及は遅れている。不まぬれは、農業余化、その他の目的で堆肥化されて、 再利用される人間の廃物を指す信号である。この語は、ジョセフ・ジェンキンズによる、この雪土壌改良剤の利用を特1999年の本、フマヌレハンドブックによって知られるようになった。フマヌレは、廃棄物処理施設で処理される古典的な下水とは、異なり、糞尿、紙、及び追加の炭素を含む物質で構成される。フマヌレは、 人間から出た廃物が適切に対比化されている限りは作物に用いても人体には安全である。これは廃物が高熱性の分解が有害な病原体を除去するまで十分に加熱する及びまたは新しい肥料が加わってから微生物学的活動がほとんどの病原体を殺すのに十分な時間が経過していなければならないことを意味する。 作物に用いても安全にする目的で、しばしば植物毒素を取り除くために2段階目の中温過程が必要になることがある。不まぬれは、下越とは別のものである。下越は、ほとんどの場合、未加工の人間の廃物を肥料として用いることを指す。日本では14世紀の二条河原の楽書に触れられているのが、人墳利用の記録としては最古であり。 江戸時代の江戸をはじめとする大都市では、近郊の農民が、大名屋敷や町屋などの糞尿を購入、回収して、これを用いて、大秘を生産しており、結果的には、当時の深刻な都市問題であった人間の、廃物処理問題をうまく解決してきた。購入の対価は、現金や、農産物で支払われ、各藩の大名が財布中に居住する神屋敷や、吉原遊郭。 歌舞伎劇場の糞尿は肥料効果が良いとみなされ効果に設定されていた。近年このような風習は廃れてきたが、第二次世界大戦後の近郊農家の減少や水仙トイレと化学肥料の普及が減少の一因として挙げられる。1935年、人間の排泄物を安全に対比に変えることは可能ではあるが、そのプロセスはやや複雑となる。 声だめでの貯留により高温発光させ、寄生虫乱や病原菌を死滅させる、使用時に希釈するなどの手法が行われる。多くの地方自治体が自治体の下水処理システムから対肥を生産しているが、それは花壇のみに用いて、食用作物には使わないよう推奨している。また、過剰な重金属を取り除かないと、作物に吸収されるため危険、または不適切であるという批判もある。 インドの古代カースト制度では、不可植民に下越えの取り扱いをさせていた。こうした人力回収は、現在では、インドのほとんどの州で違法とされているが、多くの地方で、いまだにこうした活動が続けられている。下水残渣の適切な処理と再利用は、重要な研究分野であると同時に、高度に政治的な問題でもある。 旧皮とは家畜などの糞尿や敷わらを原料とした肥料の意味である。中世の日本では武士が軍事用に飼育していた馬から排泄されるマグソウを事故や支配下の領民の田畑への肥料として用いていた。化学肥料を使って作られる堆肥で、1960年代に自力を維持させる上で堆肥の必要性が再認識されたことから、 無蓄農家で余る藁と市販の窒素肥料を使用して、普通より早く不熟させた堆肥である。作り方は積み上げる前日までに十分湿らせた藁 375kg に対し、不熟を促進させる窒素肥料 1.5kg を交互に加えて積み上げ、保温と乾燥を防ぐため被覆し、2から3週間目に一度積み替えかき混ぜ、約6週間ほどで中軸堆肥となる。 近年の有機栽培ブームに伴い、堆肥の利用が増えているが、堆肥は製法によりその成分が大きく違ってくるので、取り扱いには十分な注意が必要である。堆肥の製造とは、有機物分解のための適切な生態系を創造するということでもある。堆肥化を効率的に行うためには、分解生物群の活動に適切な環境を維持しなければならない。 堆肥の原料は直接的に有機物を分解する微生物に加え、その分解者を捕食する生物にも住みかも提供している。また、彼らの排出物も分解というプロセスの一部である。分解を行う生物のうち、最も直接的に働くのは、バクテリア等の微生物である。その中でも、菌類、死状菌、原生生物、放線菌等が重要である。 また、ミミズ、アリ、カタツムリ、ナメクジ、ヤスデ、ワラジムシ、トビムシなども有機物の消費、分解に寄与する。ムカデや他の捕食者はこれらの分解生物を餌とする。ありがとうございます。